身長ビヨーン医師医学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは身長先生に聞けの18番目。皆さんのおかげでこのシリーズもですね続けられておりますので、皆様ぜひですね身長に関する疑問がありましたらコメントの方に記載してお願いします。ピックアップしながら答えていきたいと思います。本日まずねお話しさせていただく内容、もう本当にこれ大事な内容です。もう身長をですね本気で伸ばしたい人はもうぜひ見ていただきたい内容になります。早熟の原因ということで、早熟について今回お話をさせていただきたいなと思います。今回のですね、質問は、身長先生に聞けの15番目のコメント欄からピックアップしてるんですけど、その際に早熟になる原因について特集してくださいって時に、後日やりますのでってお話をね、したんだけど、それをですね、まずお話しさせてください。この内容はですね、賛否両論あるので、今回ね、改めて複数の論文をですね、調べてまいりました。まず最初にですね、共有したいのは、論文ではないんですけども、大阪ユニットセンター、大阪大学の公的機関の一つだと思います。そちらのですね記事を紹介させてください。2014年の11月にですね、とある小児科の先生が発表された内容になってまいります。今の子供は早熟なのかっていう題名なんですけども、リンクの方はですね概要欄の方に貼っておきます。今の子供で早熟であると耳にするということで、100年単位でこの方のデータを見させていただくと、1880年代ではですね初潮の開始が14歳で後半だったそうなんですけども、現在ですね早くなっていて12歳少しぐらいのところで初潮がですね開始するわけなんですけど、この数十年間で思春期の始まるのが早くなったというのがこの内容にあります。どうしてそういうことが起きたかということですけども、こちらに書いている文章で非常に分かりやすい文章で納得しやすいので待っていただきたいと思います。思春期早発症を引き起こす可能性の生活習慣で現代社会との関連が深いのが肥満と夜更かし。肥満は子どもの脂肪細胞がです、ね、大きく膨らんでおり、その脂肪細胞からレプチンという物質が思春期を促すというふうに言われており、また夜更かしは思春期を遅くする作用があるメラトニンという物質を低下させる。これらのですね物質を介して肥満や夜更かしというのは思春期を早めてしまう可能性があるので非常に注意が必要だというふうに書いてあります。これはね、まあ、一つとして正しいというふうに思います。で、他の論文もね紹介させてください。アソシエーションビトウィンウェスティー&ピューバティタイミングアシステマティックレビュー&メタアナリシスということで、こちらですね中国の大学が発表されている論文で、思春期のタイミングと肥満がですねどういった関係性があるのかっていうのをたくさんの論文を見て調べましたというふうな内容になりますけど、こちらの内容をちょっと紹介させてください。ここの文章で、ね、すごく面白いのが、思春期早発症の少女の数は肥満群の方が正常体重群よりも優位に多かった。簡単に言うと体重が重い子の方が思春期早く始まってしまった子供の割合が多かったということはやはり関係性があるでしょうというような評価になります。一方で男の子の肥満と思春期の発症のタイミングには関係性はあまりなかったというふうに書いてあるんですね。ってことでね、ここがすごく大事なポイントになってまいります。次の論文も紹介させてください。 Obesity and the Puberty Transition in Girls and Boys ってことで、こちらですね University of Virginia Health System アメリカのですね論文になってまいります。こちらの論文によればですけども、小児期の過剰な肥満は少女の思春期を早め少年の思春期を遅らせる可能性があるというふうに書いてあるんですね。まあ、これはね本当に面白いかなと思って紹介させていただきました。ということで、女の子に関して言うとおそらく肥満っていうのは一律して思春期を早めるというような可能性があるというふうにですねお伝えできるのかなと思うんですけど、男の子に関して言うと関係性はもしかしたらクエスチョンマークで、なんなら逆の発想もあり得るのかもしれないということですね。ここからわかるかなというふうに思います。今回いろいろ調べている中でアメリカのですね権威のあるドクターのですね文章を読んでいる時も同じようなことが書いてありました。男の子に関して言うともしかしたら思春期を遅めるかもしれないということね書いてありました。ただですけども、私からもですねお伝えできることとしては、男の子も別に太ることがいいとは決して思ってませんので、正常体重に近づけることが男の子しっかり女の子しっかり大事でしょうと。特に女の子に関して言うと体重をですねある程度コントロールしてあげることはもしかしたら最終身長をですね改善するヒントになるかもしれません。あともう一つは夜更かしは良くないでしょうということが推定されますので、ぜひ参考にしてください。ぜひ皆さんで一緒に身長伸ばしていきましょう。はい、R さん、季節によって身長伸びが変わりますから、これもねいろんなね意見があるんですけども、今回これに関して論文は調べてませんけども、あまり関係ないんじゃないかなっていうね気はしてますけども、ただですね夏とかは代謝が上がりますので運動して栄養欠乏にならないように注意すること、冬場はですね逆言うと運動しなくて代謝が落ちますので運動ねしっかりしていただくということを意識していただくと年間の、ね、成長効率は上がるのではないかというふうに予想されますけど、いかがでしょうか。はい、続いて K さん、ゴールデンタイムは人それぞれなんですか、知りたいです。それと投稿された動画に毎日質問しに行きます。
ってことですね。ありがとうございます。本当に毎日質問してください。で、ゴールデンタイム、おそらく睡眠時間のことをおっしゃっていただいているのかなというふうに思うんですけども、これですね、今ほどの早熟の話とかなり近いものがあるかなと思います。おおむねですね、成長ホルモンを指してゴールデンタイムと表現されると思うんですけど、それだけで言えばあまり関係ないかなというふうに思ってるんですけども、生活習慣を総合的に考えて10時から12時ぐらいまでの間に、小さい子であれば9時から12時ぐらいまでの間に寝ていただくのが適切というふうに考えますけど、いかがでしょうか。はい、次 W さん、成長期って親と時期がずれることありますか？あります。まずはですね、ご両親のものを遺伝するかっていうことなんですけども、学問上遺伝しないなんていうような文章も見当たります。ただし私の方で皆さんのですね、成長の記録を見させていただくと、ご両親と近似することが多いように思います。ただしずれることだって全然あると思います。はい、次ですね、 J さん、今度採血する予定が入ってるのですが、採血の情報の中でどこを見ると成長しているとかしてないとか分かるのでしょうか。これね、ぜひ皆さん覚えていただきたいのは ALP っていう数字になります。 ALP はアルカリフォスファターゼっていう単語になりますけども、骨代謝を反映します。で、この値が高ければ高いほど身長伸ばしているという表現になりますし、大人の基準値がですね、多分横に貼ってあると思うんですけど、やっぱそれと同じような数値であれば、大人はですね、当然身長は伸びてないわけですから、そういったような時期にですね、限りなく近づいているという表現になると思います。なのでぜひですね、 ALP 見てみてください。はい、次 M さんです。質問です。これからの科学の発展で大人になっても極めて低リスクな方法で身長が伸びるようになるってことはあり得るでしょうか。この質問超いい質問ですね、まあ、あると思います。というかですね、まあ私がですね、これをないと言ったらですね、もう終わり。私はですね、こういうことを諦めずにですね、大人の方にもですね、身長をコントロール、安全に、ね、どうやったらできるかなっていうのはね、まあ、今後のまあ残されたね、人生の中で一生懸命ね、勉強していきたいなというふうに考えております。はい、次ですね。S さん、質問なんですが、成長が来ている時に栄養が足りないと身長伸びにくいのでしょうか。この質問ね、すごくいい質問。本当にその通りだと思う。当然ですけども、ガソリンのない車は走らない。充電のされていない携帯は電話ができません。もう当然もうそういったのと同じですね。やはりですね、成長期は非常に栄養が欠乏しやすいというふうにも言われています。いくつか欠乏しやすい栄養素というのも分かっています。ですので、そういったのを積極に補充して、少なくともですね、自分の持っているポテンシャルを最大限に活かしてあげるってことはすごく大事だと思いますけど、参考になりますでしょうか。はい、次ですね。王さん、院長先生に見てもらいたい記事があります。野球していて、いろいろ記事を見ているときに、筑波大学で体育専門学群と野球部の監督をしている川村先生の記事を見つけました。川村先生は体の使い方など研究している方です。日刊スポーツから出ている野球コラムの怪我をしない投げ方とは、年齢と成長に応じた育成をという記事の中に、子供の手のひらの中央よりも少し下の部分、そこを押すと恥根骨が詰まっていて成長段階が把握できると書いてありました。できれば動画で詳しく紹介してください。長文失礼しますってことなんですけども、これはですね、正しいです。ちょっと一緒に見てみましょう。手がこういう風にですね、ありましたら、まあ、大体ここら辺ですね、こういったところ、まあ、ここら辺に手根骨、すごく小さな骨なんですけども、それが複数個あります。ここの文章に書いてある通りなんですけども、年齢に応じて増えていきます。大体3歳ぐらいですと、そこの手根骨が2個ぐらい、大体ですけども8歳7個、最終的には10歳ぐらいかな。で、ほとんど手根骨の数が出来上がってまいりますので、そういったようなのを見てですね、たくさん触っている方であれば少しそういったのを判定することができるのかもしれません、まあ、レントゲンを撮ってしまえばより確実だと思います。はい、次です。 T さん、いやらしい妄想は身長に関係ありますか？この質問ね、本当に答えるの難しい。まあ関係ないでしょう。はい、次 M さん、いつも真剣に見ています。先生にコメントしたいがためにアカウントを作成しました。負担ですが頑張っています。私は現在1歳4ヶ月の息子と将来高身長になってほしいと願い、親としてサポートできる部分があればと思っています。そこで幼児期におけるですね、データをいろいろ教えていただきたいです。ちなみにお父様182のお母様157ってことですね。遺伝身長は176センチということになりますので、まずはですね、まあ、目標設定をしっかりとするってことが大事かなと思います。高身長というふうに記載がありますけど、お父様すごく高いですので、180センチというような形であれば、1歳だとちょっと微妙なんですけども、3歳ぐらいであればですね、もうしっかりと180センチのペースというのが存在します。ただし、まあいろいろ私もですね、こう見させていただいている中で、3歳とかのデータが最終身長と相関関係が強いかっていうと、あんまりないかなっていう気もしてます。なので、まあ何とも言えないなっていうのが正直な感想です。ただし3歳とかでもデータはあります。例えばなんですけども、3歳0ヶ月 100.3 センチあると最終的に184センチのペースになりますので、まず一つはですね、3歳の誕生日の日に100センチを目指していただいて頑張っていただくというのは一つかもしれません。ただし1歳から3歳の時期ですね、運動頑張れって言っても運動もできないですし、できないというか本能に任せるしかないですし、まあ、睡眠もですね、眠い時寝ると思いますし、十分睡眠時間取られてると思いますし、食事に関してとちょっと、ね、苦手なものがあって
ったりだとか、食が進む子もいれば進まない子もいるっていうような形になると思うので、まあそういった面で食事が一番改善しやすいのかなっていう印象になってまいります。ただまあ特定の栄養素を摂取してほしいとか、この年齢だとなかなかないのかなっていうような気はしますし、採血もね、定期的にするとこの年齢だとなかなか難しいのかなっていうような気もします。ですので、まあ少なくともバランスのいい食事をですね、しっかりと心がけていただいて、まずは3歳でですね、そういった数値を目指していただくというのはいかがでしょうか。もちろんですね、まあ4歳、5歳ってなってくるとかなりですね、データが出揃ってきますので、身長に対してですね、すごく思い入れがあるのであれば、私のところですね、今来ていただいて、最終身長でしっかり予測を立てていただいて、目標身長をしっかり設定して、そこに向けてですね、頑張っていくというのはいいことだというふうに思いますけど、いかがでしょうか。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、たくさんですね、質問に答えさせていただきましたけどね、皆さんにとって参考になる内容だったでしょうか。ぜひですね、皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたら、コメントの方記載お願いします。今後もですね、身長に関すること配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。